どうもこんばんは、加瀬介です。今日は2020年の10月の5日、時刻は18時56分ということで、月曜日なので、今日は週の初めということで、1日仕事をしてきてなかなか疲れたなというところではありますけども、今日もツイッターの実況の方を始めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、割と普通にツイッター実況の方をしていこうかなと思っていまして、で、少し前から不適切な動画をちょっと検証したりとかいろいろやってまして、で、どういう動画を出そうかなとか、いろんな検索ワードとかをこうやり直したりとか見直したりとかしてたんですけど、どうもですね、この2週間ぐらいでやっぱりすごく動画の再生回数が落ちております。いろんな理由があるとは思うんですが、一番はやはり検索ワードを見直したところかなというふうに思っております。かなり慎重になりましたし、サムネとかもですね、あまり目立たないようにというか、要するにですけども配慮して作ってるということになりますね。結果としてそれが、再生数の低下につながっているんではないかとは思うんですけども、もちろん、そのくらいものともしないぐらいの人気の YouTuber であればですね、ものともしないんでしょうけど、私は一般人でありまして、他にもやってることがたくさんあるので、なかなかですね、 YouTube のみにこう関わる手をかけるわけにもいかないというところなんですが、私自身はですね、これを日々の記録というそういう思いで、発信しておりますし、見ていただいている方はもうほとんど固定で見ていただいているのかなと思っておりますけども、その方にですね届けばよろしいということで、そういう思いで今日も発信してまいりたいかと思います。昨日ですね、大統領選挙の話とかを結構しまして、で、そういう話をしつつですね、今の世界情勢についてかなり、今の状況ってどうなのかという話を結構昨日は割と重要なこと言ってたかなと思います。特に後半の方ですね、重要な話をしてたなと思っておりまして、で、今の世界の流れっていうのが、明らかにですね、中国バッシングという流れが、続いておりまして、で、私の目を通してですね、非常にこう、明確に見えてくるなと思うのが、中国を擁護するそういう組織動きと、で、バッシングする組織動き、この2つがですね、かなり鮮明に見えてきてるなと思っております。というのもですね、中国を擁護する人たちが一定数いるんだということをですね、私の考え方からすればちょっと考えられないんですけども、やはり、中国を擁護する人たちは一定数いるということですね。しかもそのマイナーな人たちが一定数擁護してるんじゃなくて、およそメジャーと言われるそういう組織や人物が、中国を擁護するような動きを、一生懸命行っているということなんですね。この活動とこの考え方自体はですね、今の世の中に逆行しているということを私は考えておりますけども、やはり今そういう2者がこう、せめぎ合っているのを非常に感じております。もう一度言いますけども、中国を擁護する者と中国をバッシングする者の戦いという、そういうですね、構図がかなり鮮明化してきているというのをちょっとまず今日はお伝えしていきたいかなと思います。で、今日の動画のテーマをですね、それにしようかなと今思いましたけども、擁護する者とバッシングする者っていうのはなぜそんな構図になっているかというのは、一応私の中では理由はあるんですけども、それをですね、しっかりこう皆さんにお伝えするにはですね、ちょっと20分では足りないかなと、多分5時間ぐらい話さないとなかなか、それをですね、しっかり理解してもらうには、5時間はちょっと言い過ぎですけども、結構長々とですね、しっかりいろんな数字とかデータとか根拠を持ってきて話さないとなかなかこう伝わるのは難しいのかなと思っておりますけども、しかし今日はそういうテーマで話をしていきたいかなと思っておりますので、なぜ人々は中国を擁護するのか、なぜ人々は中国をバッシングするのかという目線でですね、今日のツイッターの方を見ていきたいかなと思います。ちなみにですけども、今日はですね、割と
私にとってなかなか面白いニュースというか、明るいニュースっていうのは結構多かったなと思っておりまして、というのも私はもうもちろん中国をバッシングするタイプの人間ですから、今日は中国をバッシングするニュースが非常に多かったということになりますね。で、中国をですね、擁護しているものの代表者は誰かということをちょっと提示したいと思います。中国を擁護している代表者というのはですね、いわゆる反日活動家であるということになります。これを私が攻め込んだらですね、動画が不適切になったという経緯がありますから、あまりは説明したくないんですけども、やはり誰が擁護しているのかということはですね、要するには、日本国内にいる外国勢力ということになりますね。まずは、外国勢力というのは、単純に考えてほしいんですけども、日本における外国勢力っていうのは基本的に日本人じゃないですよねという話なんですね。日本人の中にもそういう人間はいるんですが、基本的には日本人の思想ではないわけです。だから日本国内にいる外国勢力というのは日本人以外のものの思想家なんですね。思想集団、つまり日本の利益を追求するのと真逆のですね、日本の利益を食い物にする人たちの、そういうせめぎ合いの場だと思っていただければと思います。日本の利益を食い物にする人たちというのが、要は中国を擁護しているんだというのが、私の考え方ですよということです。一応申し上げておきますけども、私が言ってることは一つの考えには過ぎませんから、それをですね、参考にしていただくか、聞き流していただくか、それはもちろん今聞いている皆様の自由ではありますけども、ただ少なくとも私はですね、日本における外国勢力というのは、中国を擁護している組織だというふうに考えております。さて、そういう意味で考えていきますと、今日結構重要なツイートをいくつもしておりますが、愛知県の大村知事のリコールについて支持をしますということで、私の考えを結構述べておりまして、これは今年の5月ぐらいからずっとこのツイートは使い回してるんですけど、愛知県知事をリコールしようという動きがありますよねと。これはもちろんですね、一言で言うと、中国をバッシングする動きですよということになります。で、なぜですね、愛知県知事をリコールすれば中国をバッシングするのかということなんですが、これは少し順を追って話しますと、今、日本の国内にですね、いわゆる日本に利益をしない、そういう行政の長がいる、あるいは政治家がいる、あるいはそういう運動があるということをまず理解してほしいと思います。つまり日本の利益にならない活動をしている人たちは、これこそが反日活動家ですよねということです。その反日活動家というのはですね、基本的には誰がやっているか、誰が主導しているかというのはですね、ここではあまり詳しく説明してしまうと動画が出せなくなってしまうので、詳しくは言いませんが、少なくとも日本人ではないもの、あるいは日本人以外の組織がそれをですね、主だってやっているということは間違いない。つまり外国の勢力がそういうことをやっているということですね。で、その外国の勢力というのは誰かというのを、ここではあまり明確には申し上げませんが、少なからずともですね、中国を擁護するものだということははっきり言えるということになります。だから今日の最初に申し上げたようにですね、中国を擁護する人たちのせめぎ合い、擁護する人たちとバッシングする人たちのせめぎ合いが起きているという話で、言えばですね、当然この愛知県知事のリコールは中国をバッシングする人たちの動きですよということになりますので、当然私がこれを応援したいわけです。で、どういうことになるかということなんですけど、これを私がかなり詳しくツイートしてますんで、このツイート自体を少し解説していきたいと思います。まず、大村知事のリコールを支持します。リコールについてはちょっと別の動画で話してますが、そちらもちょっと参考にしていただきたいんですが、一言だけリコールについて言いますと、自分たちが政治的に、手続きで決めた政治の長ですね、ここで言えば知事なんですけど、知事を合法的に辞めさせる方法があります。つまり知事がよろしくなければ、それを民衆がそれを落とすことができる、それがリコールです。なので、
愛知県民はこの売国道を早く引きずり落として汚名返上と名誉挽回をということで私が申し上げておりますけども、こんな知事をいつまでも長にしていてはダメだということですね。で、一応私の中ではですね、本当にこの活動されている方々、活動十分、ですね、注意していただいて、報復なんかもあると思いますので、そういったものには十分気をつけていただいて、頑張っていただきたいと思います。皆さんの勇気のある署名活動を心より敬服いたしておりますということで話しております。で、他にもですね、いっぱいいろいろ言ってますけど、桜井旋風が冷めやらぬ今日ですと、桜井さん、この時、東京都知事選が終わった直後の文章でもあるんですが、未だにですね、桜井さん大人気ですよね。桜井旋風の冷めやらぬ今日ですけども、知事を選ぶのを間違えた愛知県がいかなる惨状になったかをしかと記憶してほしいと思います。都知事選挙で都民は成績を残さなかった小池氏を選びましたが、それ以上に桜井候補を有名にしたということで、知事選というのは非常に大事だということを教えてくれましたねということなんですね。で、愛知県がいかに惨状になったかというのは、これもですね、私の中ではありえないトレーナーでですね、あの事件というのがもうかなり大きな、マイナスになりましたね。あれを日本の人たちが見てどう思ったか、愛知県がいかにですね、なんてろくでもない知事をトップに据えてるんだということを全国に知らしめたと思いますし、愛知県がいかにそういう外国勢力に浸透されているかというのを全国に示すことになりましたので、愛知県のイメージは相当悪い、これはもう間違いないです。なので、それをですね、なんとか、愛知県民の手で、取り戻してほしいと思いますが、でもう一つ、いきます。ツイッターというのはサイバー空間だということです。でそのフィールドで今言論の陣取り合戦が行われていると。これが先ほど言った中国を擁護する者とバッシングする者の戦いになりますけども、サイバー空間を支配する者は情報を制する者が勝つ、戦いに勝つのは古今の常識ですよと。よってこの知事選は絶対に取らなければならない戦いだと。反日 vs 日本の国民ということなので、要するには中国を擁護する組織、もしくは中国をバッシングする組織の戦いだということですね。で、この中国を擁護するバッシングするという戦いというのは、まさに昨日話した大統領選挙というのも全くその構図になっておりまして、もちろんトランプ大統領は中国を潰す気ですから、トランプ大統領が勝てば中国を潰すという一気に流れが傾きますし、逆にバイデン氏が取ればですね、これは間違いなく中国の擁護派が増えますので、世界の流れが一気に逆流するということになろうかと思います。もちろんですね、中国という国はいろんな戦略を持って、もうはっきり言って表からよりも特に裏からですね、裏からの手を伸ばしているところが非常にあります、多くありますし、世界中でもすでに起きていると思って、間違いないと思いますので、もちろん日本でも起きていて、でその日本で起きているそのせめぎ合いというのが、今日何回も言ってますけども、中国を擁護する者組織の戦いと中国をバッシングする組織の戦いということです。つまりは反日 vs 日本国民だという、そういうこの愛知県知事のリコールの戦いですよということですね。ちょっと他にもいろいろ言ってるんですが、ここの話だけじゃなくてちょっとまた別の話をしたいので、ぜひ頑張っていただきたいと思っております。皆さんも着目していただきたいなと思いますが、今日ですね、最初に言いましたけども、結構私にとっていいニュースが多かったと、つまりですね、中国をバッシングするニュースが非常に多かったんですよということなんで、それを結構紹介したいなと思います。まず中国からバイデン氏の息子への送金があったということを財務省が確認したということです。財務省というのは米財務省ですね、確認したということですね。見てみると、こちらの左に写ってる人がバイデンさんで、その右の人が息子じゃないかなとは思うんですが、中国から直接お金を出していたということが判明するということです。情報というのはもちろん裏というのが必要なんですけども、しかし今のこの情報化の中でですね、裏が取れないで判断しなければいけないことは非常に多いと思います。このツイートですね、信用に足るか足らないかというのは、やはりその人の人となりで判断されるということになりますから、このバイデンさんという人は、私はもう大統領の器ではないと思っておりますので、この人が大統領になったら大変なことになるなと思っておりますが、この人の息子にお金を中国が送っていた、そして受け取っていたということが判明するということですね。さて次です。日本政府は中国人留学生のビザなどを一気に厳格化と。
経済安全保障上の懸念で米と連携ということですから、一気に厳格化してほしいですねということですね。私がよくツイッターで取り上げる中国人が9割の高校が宮崎県にあると、これも愛知県じゃないですよ、宮崎県です。宮崎県でそういう県が、そういう高校があるということ、だからもう日本全国でそういう外国勢力というのは日本に手を伸ばしているということですね。で、次もこれも皆さんぜひ理解してほしいところなんですが、杉田水脈先生をマスゴミメディアは攻撃するのはなぜか、僕は杉田議員を応援しますと。おそらくですね、ほとんどの人、つまり日本国民であれば杉田議員を応援しているのが大体なんですけども、しかしやはりその日本国民じゃない側の勢力というのはいろんな形で、この杉田議員のことをかなり、マイナスインフォメーションを流してきておりますので、例えば写真とかもですね、かなりきつい顔が写っている状態でこうたくさん掲載したりとか、かなりその、印象操作でもかなり上手にやっておりますので、なかなか劣勢なところもあるとは思いますが、もちろん私は日本を応援するものですから、杉田議員を応援するものなので、皆さんもそういう情報には、気をつけて、当たっていただきたいと思います。これは日本を擁護しな、中国を擁護する側の人間の発言というのを、ぜひ、見ていてほしいかなと思います。だいたい記事の載せ方とかがすごくこう汚いんですよね。やり口が汚い。でそういうやり口の汚いことっていうのを今までずっとやってきたんですけども、今やですね、ツイッターもありますし、YouTube もあるし、もういろんなところで情報が取れるので、どういう汚いやり方をやってるかということがもうすでに出回ってますから、なかなかこう騙される人っていうのも減ってきているのは事実です。だから今まではそういう、いろんな情報のこう前後がないので、前後左右の情報がないから、こう検証とかする、そういう要素がなかったんですけど、今はですね、前後左右に上下にもさらにいろんなこうその記事をこう別の角度から見る視点というのがありますので、いかなるしてですね、杉田水脈議員をバッシングしているかというのを見ていただければ、そのやり口とか常套手段というのが見えてくるんじゃないかと思います。さて、これですね、アメリカガンガン来てますね、いい流れということで、何をしたかというと、中国共産党を国際犯罪組織に指定したというその法案を提出している。日本も早くということで、思いっきりアメリカのその議員とかが、法整備に動いているというニュースだと思います。これはですね、私もこの昨日一昨日その前ぐらいでそういう動きが何件もあるというのをちょっと確認したので、大変いい流れだと思いますが、こういうことが今起きているということですね。もちろん中国をバッシングする組織の動きです。そして、こちらですね、朝鮮人が作ったものは走る仮想車かということで、ヒュンダイ自動車のコナ、バッテリーの熱暴走で、火災が発生しているということですね。こういうことが起きたら、この車にいろんなものを乗せてたとしても嫌ですし、車も失いますし、信用も失うし、こういう情報はですね、どんどん出していった方がいいんじゃないかなと私としては思っておりますが、危ないですからね、出した方がいいと思います。そして、これですね、これは今の日本の世の中がおかしくなっている現況だと思うんですが、マスコミです。マスコミの状況というので見ていただければ、こちらの、新聞社テレビ局の名前だというところですかね、創価学会の名前もありますし、韓国や北朝鮮という国の名前、中国もありますけども、こういったものが、大体今のマスコミメディアを、操っている組織の正体だというところになろうかと思います。で、中国を擁護するものという言葉をちょっと出しましたけども、擁護するものというのは国であり組織であるわけですが、大体ここに載ってます。大体ここに載ってる人たちは、中国を擁護するものです。例えば大企業という言葉もありますけども、この辺はですね、なぜ大企業が中国を擁護するのかという話は昨日だいぶ申し上げた中に含まれるんですけども、基本的に日本とアメリカは中国を市場として育て上げてきましたから、その市場として育て上げるのを、実行者として、もしくはバックアップとしてやってきたのが日本とアメリカの大企業です。アメリカの大企業でよく言われるのが GAFA とか、そうですね、 Google、Apple、Facebook、Google、Apple、Facebook、Amazon か、その4つがよく言われてはおりますけども、この中国という国をですね、
全力でバックアップしてきた企業の名前です。でもアメリカといえばですね、オバマが去ってトランプ大統領が誕生したことによって方向転換しましたから、その方向転換をですね今一生懸命やってると、まあ、その中で生まれた構図が、中国を擁護するものと中国をバッシングするものという戦いなんですね、まあ、それが今の世界情勢の一番大きな流れということになります。まあ、これに対してなんですが、まあそうですね、どれから潰すかと、まあ、どこからでもいいんじゃないかなと思いますが、なんとか改革してほしいと思います。そして、こちらですね、中国の軍事開発研究に参加して前会長は共産党の選挙カーにまで乗っていたんだと、何が学問の自由が奪われるだということで、解体しない理由がないぐらいだよという、これは何かというと、これも昨日もちょっと話しました、日本学術会議というものがあって、これはですね、詳しくは私もそんなに詳しくは知らないんですけど、一言で言うと、中国の、外国研究の中にですね、日本のこの学術会議というものが思いっきり参加していたという話だと思っていただければと思います。でこれで、一言で申し上げれば、日本の研究とかいろんな情報がそこで抜かれてたんだというふうに想像していただければいいんじゃないかと思いますが、さあそろそろまとめに入りたいと思います。今日ですね、基本的にお話した内容で、中国を擁護するものと中国をバッシングするものの戦いだという話をしております。これはもう、これが終わるまではずっと続くと思っていいと思いますが、今の世界情勢の動きって、最も気をつけなきゃいけないことっていうのは、やはり情報に流されないことじゃないかなと思っております。なんだかんだ言ってですね、民主主義の国においてはですね、やはり民意というものが、行方を決めますので、アメリカの大統領選挙もそうですし、日本のですね、いろんな、一般国民の意思というものは少なからず国を動かす原動力になりますので、だからそれを操るためにマスコミというものをまず手下につけるというのが一番いい、うまいやり方になりますし、今まではそうやってずっと、いろんなこう力が動いてきたようなところがあります。ただ私もよく言ってるんですが、 SNS 市民革命という言葉を私はよく今年になってから多用しておりまして、つまり SNS のやり取り、コミュニケーションというのが、今世論を動かすというような側面があるというか、 SNS がそれだけ力をつけてきているということはですね、言い換えれば既存のメディアの力が失われているということ、既存のメディアの影響力とかが失われているということになりますので、今それを、弱っている中で必死にこう維持しようと、頑張ってもいるんですし、いますし、もうすでに中国資本に取り込まれているような要素もある。もともと日本のメディアというのはそういう日本に反対する勢力の、ある意味勢力下にありましたので、日本の今後の行く末というのはこのメディアをどう、牛耳っていくかということが非常に重要になってくると思います。なので、私としてはですね、これからもずっとですけども、やはり日本の国益になる、日本の利益になる、そういった組織に、私としてはつきたいと思っておりますので、それに都合のいい情報を私もどんどんピックアップしていきますし、それを脅かすものをですね、晒していきたいと思っておりますので、皆さんもぜひですね、そういう意味でも、私の言葉にですね、耳を傾けていただけると大変ありがたいなと思います。はい、ということで今日は普通の平日にしては結構重要なこと言ったかなと思いますけども、また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。